すごく周りのことを気遣うこともなく自分のペースで投げられたと思います。うんあまあ、今日は特に、まあ、球が、まあ、去年同様結構なんていうのかな強かったというか、まあ、伸びがあったというかそんな感じだったんですけど、まあ、バッターやっぱり今日のアプローチ見ても僕の場合変化球が頭にあるので、まあ、より真っ直まっすぐが効くのかなと思います。 あースプリットはでも試合の中で今日もえっも、と、いい球もありましたし、まあ、ちょっとずつ上達してるかなと自分の場合はそのファーストピッチストライクを考えないことが一番大事なので。 あのただ好きなように初球から投げてるだけです。すすごごくくく、えー、違和感なく、えー、すごく気に入ってますいや僕はあのアドバイスをしたいと思ってなくて、まあ、とにかく、えー、彼らがこう本当に気を使わないでこの例えばチームにいたり。 このクラブハウスの中にいる時もとにかく彼らが一番気持ちよくカンフートボールになれることだけを、まあ、自分とかスネールとか、まあ、上の人たちは多分考えていかなきゃいけないと思うのでアドバイスというよりもその環境を整えてあげたいとあちょいちょいあの話しかけてはあの来てくれますよ。 まあそう昔は毎日こうなんていうかな強くなろうと頑張ってたけど今はもうだいぶ筋肉とかもちゃんとついたので今はうまいことこう抜きながらできるようになってきたかなと思います。<laughs> もう基本的にかなりサポートの感じはすごく受けるし、こう何もこの邪魔されることがないので。 本当に今日もだから投げてて思,うけど思ったけどなんか初めてここに投げる感じがしなかったぐらいこうちゃんとサポートしてもらっていあでもまだ1試合目なんでまあこれからまだいろいろよくない先発とかも出てくるでしょうからまあ今日はとりあえず試合に投げられたことがほっとしているっていう感じちょうど昨日メッセージを。 あのやり取りをしたんですけど、まあ、すごくいい感じに見えるから、まあ、体つきもそうだし表情もそうだしいやもう本当にすごい多分投げてるんでいやいようがやいやあ,のあれも本当に変に書かれただけなので本当に僕は全員分かるってわけじゃないからあの、まあ、でも本当にだいぶ仲良くなってますって。 うんまあ今までのキャリアの中では多分今が一番いいんじゃないかないやまあそうでも満員とかではないので、まあ、そんなこう圧っていうのはそこまでなかったですけど、えっと、でもあのやっぱりキャッチボールの時でも周りにやっぱ見られてますからやっぱりちょっと違った感じがありました <laughs> あまあうん そんなでもないですね今日はまあ多少緊張感はありましたけどまああのだいぶそ,のそこまでじゃなかったですうんナックルカーブかなナックルカーブヒット打たれたのでまた真ん中入っちゃったので次はナックルカーブワンバウンド投げられるように、えー、頑張りますなんとなくあの まあ一機の反応を見たりとかでまあその何次,次何待ってるかっていうのを予想したりしながら投げた結果全部まっすぐになったということですうんまあ別にそんな僕らあんま話さないんでそういうことまあ試合前はなんか僕に「玉木遅いね」って言ってたけどあのまあそんなこう冗談しか言い合わないのであんまりそんな話はしてない いや特に新しいやつでお気に入りはないですね今んとこはずっと自分がやってきている例えば背骨、えー、コンディショニングってやつの仙骨枕っていうやつはずっと前に使ってますけどそれ以外で新しいものでそんなにはないかなあのいいなっていうのはいや僕そういうことは考えて投げないので、まあ、一球一球、うんまあ、その場その場で。 例えばここでちょっとこう力抜いたようなまっすぐだったよくないなっていうところは力を入れて投げるし、まあ、そういう感じで投げただけですねいやまあでも僕らねずっとこう10年でたったねとかっていうけど実際こうねその被災されてる方からすると、まあ、そんな別に関係ないし、まあ、今でも大変な人は大変やろうし。 またがとにかくまあ自分たち他の人がこうサポートできるところはやっぱりこれからもサポートずっとしていかないといけないまあことですしやっぱりちゃんと子どもたちとかにもちゃんとそういうのは伝えていかなきゃいけないことだと思うのでえまあうんまあとにかくこれからもみんなで助け合いでいければいいかなといければいいんじゃないかなと思います。M.L. ニューマースポンで。